皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターソード鎧のことをパート9やっていきましょう。今回は前回クリアできなかった双剣の塔をクリアしていきたいと思います。そう、そしてダクマのレベルは上げておきました。今何レベかと言いますと、はい、レベルは75ですね。まあこの分あれば確実に勝てると思うので、師匠までとりあえず突っ走っていきましょう。はい、4人目勝てました。あとは師匠だけですね。いやでもね、マスタードがめちゃくちゃ強いんでちょっとあれなんですが、その前に一旦回復挟んでいきましょう。すごい傷薬はまあいいとして、で瓦割りの PP がなくなってしまったんですよね。 PP マックス使うのはちょっともったいないので、ヒメリの実ありませんか？ヒメリの実、あったあったあった。うわ、これも1個しかないのか。まあまあまあいいですね。じゃあこれで瓦割りだけ回復させていきましょう。あとはまあなんとかなると思いますよ。持ち物はクロービー、頑張っていきたいと思います。いや緊張するな。で相手もね、ダクマなんですよ、使うのは。だからまあツバメ返し連打してれば勝てるとは思うんですが、はい、師匠こんにちは。師匠って言ってしまいましたが、来たのね。チミならこっちの水の塔を選ぶと思って待ってたよ。まあ2回目ですね。 MK チンもダクマもお疲れ様ね。ベアマ可愛いよね、ダクマ。最後の相手はワシちゃん。久々ちょっと本気出しちゃおっかな。よし、やっていきましょう。いや、ほんと強すぎるんだって。水も強すぎればウオポケモンすまず。最後の水の極意、ワシちゃん直々に授けよう。オッケー、行きましょう。ツバメ返し2連で勝てるかなっては思ってるんですけど、ダクマ、どっちが素早さ早いかによるな。私が一応75なんで、相手の70のダクマより素早さが早ければいいんですが、あとはこっちが3回耐えれるかですね。まあ2回耐えて3回目でやられるみたいな感じだったらなんとかなるんですけど、お主らには本気の姿で向き合わねばな。うわー、さあ五感を研ぎ澄ませ、戦いの中で成長性をやっていきましょう。待てよ。ツバメ返しでいいよね。こっちが先手、いけないんか。MK 見て俺、これぞダクマの拳の打ち方よ、やばいぞ。先手取れないぞ。先手取れないことあるか。ツバメ返し半分耐えて、じゃあダクマちゃん半分。危なかった。オッケー、いける。これだったら勝てる。ツバメ返しでオッケー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 。そしたら次のツバメ返しが急所に当たる。オッケー、あぶね。最初から気合ダメとか使ってよ。だったら、ダクマのツバメ返し、これでなんとか倒した。素晴らしい。はい、勝てました。もう前回ボロ負けだったんでね。あれ1体しかいませんよね。あれだよね。オッケー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 。はい、マスタードとの勝負に勝ちました。おお、いい顔してるな。笑ってる。なんか負けたのが嬉しいんでしょうね。若者の成長にはいつも目を見張るばかりだ。MK は賞金として1万4000円手に入れて、ありがとう。素で1万4000円は高いな。今黒帯持ってるんで、補正かかってないんですよ、お守り小判の。そしたら、お主ら、はい、お、ムービーだ。よく頑張った。 ありがとうございます。頑張ったね、ダクマ。おー、いいね。はい、ハイタッチ、オッケー。いやー、よかった。ダクマかっこいい、かわいい。おー、そんな技ないけどね。おー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 、いいねいいねいいね。成長した姿を師匠に見せているんだと思いますが、そしたらもう終わり？ストーリー終わった？こんにちは、たくまちゃん。どうすればいいの？ふはは、やはり MK を信じてよかったぞ。よくぞよくぞここまでダクマを育ててくれた。はるか昔、弟子の段でもこの修行に挑んだが、道に迷って塔までたどり着けなかったからな。ダンデさん、方向音痴すぎでは。ふはは、いよいよダクマ進化の時、そやつに水の掛け軸を見せてやってくれ。さあ、そっか、進化だった。行くぞ。ダクマさん、じゃあ進化させていきましょう。掛け軸を調べて。なんだ？ムービーで進化する感じ？はい、ここになんて書いてあんの？ダクマに水の掛け軸を見せ、進化させますか？させます。よーし、ダクマね、レベルは上がってるんですけど、あんまりやっぱり強くないんですよ、まだ。進化したら結構強くなると思うんで、ベア、アーマー。大丈夫？わかる？これで進化できるっぽいけど、ベベアー。どうした？はい、ベベアーで、お、進化入りました。いや、どういう姿なんだろう。親ダクマの様子が、なんか2パターン多分姿があるんですよね。で、私は水の方を選んだんですが、おー、かっこいいじゃん。かっこいいかっこいい。おめでとう、ダクマはウーラオスに進化した。オッケー、
いいね。はい、じゃあウーラオスの図鑑データ読んでいきましょう。ウーラオス、拳法ポケモン、連撃の型ですね。時に激しく、時に穏やかな川の流れから格闘技の型を編み出していたと言われている。いや、いいですね。川の流れのようにこう拳を打っていくみたいな、そういうイメージなんでしょうか。ウーラオスは新しく水流連打を覚えたい。水流連打の代わりに他の技を忘れさせますか。まあ忘れさせますか。そしたらアイアンヘッドいらないか。あ、でもツバメ返しいらないか。オッケー、じゃあツバメ返しの代わりに水流連打を覚えさせていきましょう。 H2 のポカンで、これどういう技、打たないとちょっとわからないんですが、まあまあまあ機会があったらこれも打っていきましょう。見るが良い、これこそがウーラオス。どんな歩行もほふる頑丈な鎧。おお、かっこいいね。水の型を極めし姿ぞ。いや、いいね。ベアクワー、ベアクワーって鳴くようになったんですか。でか、わしの後ろに隠れていたチビスケが、立派になりよって、誰かの成長を目の当たりにするのはいくつになっても嬉しいものだな。MK ウーラオスよ、本当にありがとう。おっと、忘れるところだった。本気のわしと試合行った。試合行ったものだけに渡しているのだ。何ですか？リーグカード、ありがとうございます。レアリーグカードではないんだな。それでは道場まで帰るとするか。レアリーグカードはまた今度もらえるんでしょうか。おっと、どうしました。申し分ない強さ、そろそろ頃合いだな。え、何、何の頃合い。ちょっと今意味深なことを喋っていましたけども、また戦うことになるんでしょうか。よくわかりませんが、はい、道場には戻りましたよ。どうすればいいんですか、そしたら。はい、そしたら道場に入りまして、ストーリーまた進んでいく感じ。え、ホップだ、お久しぶり。ホップさん、こんにちは。MK お帰り。道場での修行頑張っているみたいだな。頑張ってますよ。そう、なんでホップが、いいリアクションだな。さすが MK だぞ。俺ダイマックスの調査でさ、しばらく鎧島にいるんだ。二人はお友達なんだってね。そうですよ。ホップちん、鎧島でキャンプする許可を取りに来てくれたんだけど、大変だし道場に泊まればって話してたのよ。すっごく助かるけど、みんなの迷惑にならないかな。いや、ホップ優しいね。マスター道場はいつでも誰でもウェルカムだよ。それにダンデチンの弟ならワシちゃんたちにも家族だからね。確かに。そっか、小さい頃兄貴もこの道場にみたいですよ。マスタードさん、やっぱり俺しばらく厄介になるぞ。イエーイ、もちろん OK、 にぎやかで楽しくなりそうだね。ところで MK 人、はい、何ですか。ダクマが進化したポケモンウーラオスについて教えるね。はい、よろしくお願いします。ウーラオスは巨大マックスの可能性を秘めているんだけど、大キノコの風味が苦手で大スープ飲めないんだよ。鎧島で取れるあるものをスープに入れれば飲んでくれるようになるんだけども。あ、それを取りに行くの。そのあるものとは、はい、あるものとは、あるものとは何ですか。溜めないで、ごくり、何でしょうか。わかんない、全然わかんない。何、忘れ、そんなことある、忘れちゃったよ。そりゃないぞ。ふ、ダンデチンよりノリがいいね。ウーラオスが大スープを飲んでくれるようになるあるものは、ポケモンが関係しているよ。せっかくだから二人で一緒に考えて探してみてね。じゃあそんな感じでよろぴく。ヒント少なすぎないですか、大丈夫ですか。じゃあ探そうか。いつもこういう修行してるのか、半端に聞いちゃって俺もあるものが気になってきたぞ。そうですね。そういえばウーラオスって多分本で読んだことある方。確か遠い地方の山岳地帯に住んでいる拳法ポケモンだよな。お、詳しいね。そう、最後にね、ソニアちゃんのあの助手になったんですよね。ホップすごい、ホップすごいよ。いや、たまたま最近外国のポケモン調べてさ、確かウーラオスってのは粘り気が強い蜜が大好物だったような。MK 蜜といえば植物ですね。植物といえば森だ。ダイマックスの調査にもなるし、俺も手伝ってやるぞ。湿地帯の先にある森まで競争だ。出た、久しぶりだな、この感じ。よし、頑張っていきましょう。いや、ホップなんか、いや、ホップのその BGM 懐かしい。あれ、いつ最後にやったの、いつだっけ。本当になんかホップが出てきて安心感があるんですが、そしたら湿地帯ね。湿地帯の方まで進んでいきましょう。ワープとかできないんだもんね、ここはね。でっかいワイルドエリアみたいになってるんで、湿地帯までは自力で走っていく必要があるんですが、ミミロップ、まあこの辺のポケモンはもう捕まえたね。今回捕まえる必要はないと思います。はい、湿地帯に来ましたよ。お、ホップいた、こんにちは。早いね。なんで自転車の私より早いんでしょうか。自転車より走る方が早いことある。そしたら待ちくたびれたぞ MK。 ルミナスメイズの森と違ってムシムシしてて汗びっしょりだ。あそこはあそこでなんかムシムシしてそうですけどね。ソニアは俺と分担して寒い雪原を調査しているから。おっと、
これは多分ダウンロードコンテンツの第2弾なんでしょうね。分けてやりたい暑さだぞ。お前が来るまで調べていたけど、この集中の森にはドレディアとカジッチュがいるらしい。そいつらの花や果実からウーラオスが好きな蜜をちょっとだけ分けてもらおうぜ。なるほど。じゃあドレディアとカジッチュを探せばいいんですか。いる？ドレディアちゃん。お、シュリ。お、なんだ？音が聞こえる。あっち側？え？どこ？ああ、チュリネさん、こんにちは。そう、チュリネはドレディアの進化前なんですが、どうしたんですか？あ、チュリネだ。チュリネが進化したら、俺たちが探しているドレディアになるんだぞ。チュレイ。何？迷子？何かを探しているみたいなんですが、このチュリネ、なんだか様子がおかしいな。そうですね、様子がおかしい。どうした？寂しそう。言われていれば確かにまだ小さいし、親とはぐれちゃったのかな。それは困ったな。どうする？え、あ、こっち歩き方かわいい。あ、こっちにテクテク歩いてきましたが、チュレレレ。何？一緒に探す？わは本当に迷子なのか？こいつひっついて離れないぞ。MK 放っておけないよな。チュリネの親のドレディアを連れてきてくれよ。あー、なるほど。こいつがひっついて危ないから、俺はここで待ってるぞ。わかりました。じゃあドレディア探しに行きましょうか。どこ？ちょっと。チュリネのお母さん、どこにいるんですか？ピカチュウじゃないね。そしたら待って、今なんか光ってたけどちょっと見逃した。なんか光ってる。カオルキノコ。ドレディア、どこにいる？全然見つからないんですけど。はい、とりあえずモンスターボール、すごい傷薬ありがとう。ちょっとドレディア、どこ行った？え、これ結構運ゲーマジでどこにいるかわかんないじゃん。青ぼんぐり拾いました。青ぼんぐりはムーンボールだったかな。ドレディアちゃんいませんか？え、全然いないけど全然いないけど、どうする？え、待って待って待って、見当もつかない。あ、こっち側、あ、いた。ドレディア、あなたですか？ドレレ。あ、いた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 。ちょっとドレディアちゃん、お母さんですか？シュリネが迷子になってるんですけども、かわいい。ドレディアめっちゃかわいいよね。ちょっとドレディアさん、こんにちは。レレディ？そう、シュリネが、そうそうそう、探してる感じ。あ、ドレ、あ、ドレって何？あ、ついてくるのね。オッケーオッケーオッケー。はい、そしたらついてきてくださいな。これってさ、急ぐとダメとかある？あー、たいけるか、案外いける。走って、あ、走るぐらいだったらなんとかなるか。そしたらこれでちょっと帰ろう。まあ、あんまりダッシュはしないようにしましょうか。そしたらモンジャラに当たらないように。チュリネ、あ、来てるね。チュリネじゃねえ、ドレディアだ。ドレディアさん、今のところ来ている。どっちだったっけ、忘れちゃったんだけど。ウーラオス、怖っ。ウーラオスの迫力がやばいんですが。そしたらこっち側に行きまして、ドレディアちゃんついてきて、チュリネいるよ。はい、こっち側まで走ってきて、ホップ、ほら連れてきたよ。このドレディアちゃんが多分お母さんだと思います。チュリリ、チュリリはいいんですけど、ホップ。あ、オッケー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 。多分会えたかな、会ってる。あ、MK ついてきてくれたんだ。あ、連れてきてくれたんだな。そうですよ。あ、会ってるね。オッケー、よかった。なんとか迷子のチュリネちゃんは、お母ちゃんの、お母ちゃん、お母さんの元に戻れました。ドレア、チュリー、かわいい。とりあえず蜜分けてもらいたいんですけども。へへ、再会できてどっちも嬉しそうだぞ。レイリー、もしかして MK にサンキューって言ってるのかな。ぽいですね。いえいえ、こちらこそ。ディア、まあ、できればその花の蜜をお願いしたいんですけども。これってドレディアの花の蜜ありがとう。イレイレ、チュリチュリ、やった。とりあえず花の蜜はゲットできましたけど、これでウーラオスは巨大マックスできるようになりました。巨大マックスできるようになるまでやらないと、ストーリーは終わんないのかな。じゃあな、チュリネ、ドレディア、バイバイ。終わった。MK、ドレディアの花の蜜ちょっとだけ分けてもらったぞ。ウーラオスが好きな濃厚な蜜だといいんだけど。とりあえずどうする、ペロリ、どうですか。うん、粘り気があるというよりかはさらりとしてて違うかもだな。違うの。探している蜜じゃなかったけど、俺たちいいことしたよな。まあまあまあ、よし、次はカジッチュの蜜を試してみようぜ。カジッチュね。うわ、結構あれだな結構これぐるぐるいろいろ行動しないとダメなんですね。カジッチュも多分湿地帯のどこかにいると思うんですが、ホップが見つけてる感じ。とりあえずホップ探す。カジッチュさん、どこですか。カジッチュさんというか、ホップさんというか、どこにいるのか全く見当がつかないんですが、なんかね、カジッチュって木のところにいるんじゃないか。なんかね、木の実で落ちてくるイメージがあるんで、とりあえず木のところを探していきましょうか。はい、こっち側に進んで、お、木がありましたよ。カジッチュはいないな。多分エンカウントするわけじゃないですよね。さっきのドレディアみたいにいると思うんですけど、カジッチュ、いや、いないぞ。この奥ではない。あーっと、なぜかタマゲタケに当たる。
まあ湿地帯の森って言ってたんで、多分この洞窟の方ではないと思うんですが、行っておいでウーラオス。お、揺れてる。その揺れるのちょっとあれだよね、眠たいのかうとうとしていると出ていましたが、この奥ではないよね。とりあえず行ってみる。こっち側にもね、一応木はあるんですけど、あれないか。あ、ないね。あ、こっちじゃない、こっちじゃないぞ。絶対さっきの湿地帯のどこかにあると思うんですが、ちょっと見当たらないんでぐるぐる回っていきましょうか。ホップいる？ホップというかカジッチュというか、今のはおーびっくりした。ウーラオスが巨体で近づいてくるからちょっとビビるんですが、そしたらまっすぐ進んで、そこは違うな、違うな、あれはさっき見た場所。お、モンスターボールがありました。一応これは拾っておきましょう。何ですか？綺麗な抜け殻。綺麗な抜け殻は相手から確実に逃げられるというやつなんですけど、どこいる？ちょっと待って、カジッチュちゃんいますか？あ、それは違うな。いや、多分ね、木なんですよ。多分木の下にいるんですけど、スタート地点まで戻ってきちゃった。こっち側じゃないとしたら、その奥か。この奥にも一応まだ森は続いているんですが、こっち側ではないよな。違うな。チャレンジビーチ。いや、湿地帯って言ってた。ちょっと一応、ここで確認してみましょうか。集中の森でカジッチを探しましょうでしょ？ってことは、集中の森のどっかにいる。あ、いた！待って、カジッチュいた！カジッチュ！全然木関係ないじゃん。こんにちは。あなた、そこで何をしているんですか？リンゴに化けているみたいではあるんですが、ホップも来たね。あ、カジッチュだ、いました。カーリ、カーリ。カーリって鳴くのよくわかりませんが、そうやって歩くの？カジッチュ待ってくれよ、そう待ってくれよ。そうやって歩くのはよくわかりませんけど、どこ行った？え？この木？おかしいな、カジッチュが見当たらない。絶対こっちの方に逃げていったんだけどな。MK、カジッチュを探すぞ。え？これじゃないの？あ、いたほら。木のところにいるじゃん。そしたらどうしよう。あの木を揺らしてもいいんですが、まあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。よーし、じゃあ次回はあの木を揺らしてカジッチュの蜜をもらうところからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。